スナップ写真の一例スナップ写真は、下準備その他得にせず、日常の出来事あるいは出会った光景を一瞬のもとに撮影する写真。正しくは、スナップショット。日本では、撮影される人物が身構えている写真スタジオでの撮影や記念撮影などに対し、日常の緊張が取れた姿から撮影される人物の自然さを引き出し、記録するものを一般的に、 スナップ写真と呼んでいる。欧米では、クイックショットや、イージーショットと呼ばれるものと混同されている。本来は、狩猟用語で、散弾銃などを使用して、猟犬に追い立てられた鳥などを、腰あたりに構えた銃で広範囲射撃して、獲物を仕留める技法。人には緑に肖像を撮影されない権利、勝手に肖像を公開されない権利があり、肖像の利用について、 財産権があると認められているので、勝手に他人を写してはいけないというのが肖像権の考え方である。一方、スナップ写真の魅力、命は撮影される人物の自然な様子であることから、許可を取って撮影するのではその魅力、命が失われてしまう。撮影してから許諾を取るという方法もあるが、容易ではないためスナップ写真の撮影はここ10年ほどの、 間に困難を伴うものになってきている。この数星の中で写真家の中には見ていいものはとってもいい胸の主張を提示してみる動きが起こっている。しかし一方でデジタルカメラや携帯電話、スマートフォンについているカメラ、インターネットの普及により誰でも簡単に撮影でき誰でも簡単に広く公開できるようになったことから撮影、 公開ができる人が限られていた時代に比べて、モラルを欠いた者が心ない行為も行えるようになり、マナーが問われるケースが増えているという事実もあると、日本写真家協会専務理事、松本徳彦は言及した。2 0 1 0年当時点では、人物を撮影するにあたって、どこまでがりな撮影かについて定着した解釈は、ない。写真に映った、 群衆の一人数とに許諾を得る必要はないが、個人を特定できる写真には、許諾を取った方がより安全であると考えられている。写真家の鈴木達郎が、歩行者とすれ違いざま、あるいは振動を妨害し嫌がる人に向けて撮影する方法が動画になり、鈴木はテンションっていうか、瞬間的に刹那的に撮って、ダイナミックな感じで残したい。 そうするとああいう撮り方に自然となっていったと話したが、不快である、盗撮だと批判の対象となった。この騒動を受けて、ドタイラ上では、スナップ写真が盗撮と疑われた場合に、どう対応してよいのかという趣旨の記事が掲載された。記事内にて、盗撮と定義されるものは、歪説目的と対象に気づかれない。 撮影の二つの意味が混同されており、前者は罪に問われるが、後者は民事的な問題は発生する、可能性があるものの刑事罰や条例などで罪に問われる、犯罪行為ではなく、別々にすべき単語が同一とされることで誤解を招いていること、迷惑防止条例に関しても、明確性の原則から曖昧な表記による、萎縮効果、その他撮影におけるトラブル対応方法も言及されている。 表現の自由及び言論の自由は個人の肖像権よりも何よりも民主主義の絶対的な条件として最優先されるという権利焦点の修正第一条により撮影者及び写真加工者の権利が優先されている。フィリップ・ロルカ・ディコルシアによる行動を歩く一般人に遠方からフラッシュを当てさらに望遠で撮影した写真を発表したヘッツシリーズの場合では 販売を伴っていても芸術作品であることから勝訴した。ありがとうございます。